の回りの有害化学物質の危険性を訴える本が今ベストセラーに。その名も軽皮毒。皮膚を通して体の中に入った有害化学物質がアレルギーに始まり、果てはがんや脳疾患まで引き起こすというのです。脳は元に戻りませんので、こういうところってのは非常に怖い。今朝のクローズアップは、気づかない間に忍び寄る軽皮毒の恐怖をお伝えします。最近本屋で見て僕何かなと思ってたんですけども、まあ皮膚から毒が入るっていうことなんでしょうか。場合によっては大変怖いことになるということ で、リポーター橋本雅子さんです。はい、おはようございます。今日のテーマはこちら、軽皮毒、はい、読んで字のごとく、皮膚を経て入ってくる、毒、はい、皮膚を経て入ってくる毒ということで、そういう意味なんですね。口に入る水や食べ物に関しては気をつけておられる方も多いと思うんですが、はいはい、実はですね、皮膚からも有害な化学物質が吸収されていることがあるんです。まずは実際にあった症例からご覧ください。はい、子供さんにも影響あるという。山下明夫さんはごく普通の家庭の主婦。ところがある日突然、地獄のような体験をすることになったのです。4年前のことでした。家事をしていた山下さんを激しい痛みが襲い、体中のリンパ腺がみるみる腫れてきたのです。訪れた病院で山下さんが受けた診断は、子宮内膜症と右卵巣脳腫を併発しています。通常握り拳ほどの子宮がなんと25センチにも腫れ上がっていたんです。朝起きて鏡見たら髪は真っ白だったんですよ。左目だけが、画像がもうギザギザに見えるんですよ。全部崩れていて、物が正常に見えなくなってしまったんですね。6ヶ月に及ぶホルモン治療も効果なく、途方に暮れていた山下さんにある日、シャンプー変えてみたら。え、シャンプー、私シャンプー変えたら生理痛なくなったの。そんな友人の言葉に、山下さんはそれまで使っていたシャンプーやリンスを別のものに取り替えてみました。すると山下さんの体にある変化が起こったのです。それで、まあ、検査をしたら子宮は14センチになったんですよ。なので、もうシャンプー変えただけなのにというふうにね、本当にびっくりしました。シャンプーを変えただけで山下さんの体に一体何が起こっていたのでしょうか。帝京平成看護短期大学の稲津先生にお話を聞いてみました。シャンプーとかリンスに含まれているですね、化学物質が皮膚から侵入して体の中でいろいろな有害な作用を表したというふうに考えられます。有害な化学物質が皮膚から入ってくると、そして体の中でいろいろな悪い作用を示すということを軽皮毒というふうに呼んでいます。軽皮毒、山下さんが使っていたシャンプーやリンスには多くの合成化学物質が含まれていました。それらの化学物質は皮膚から体の中に入り、血液やリンパ液に溶け込みます。これを経皮吸収と言います。経皮吸収、山下さんの場合、血液やリンパ液に溶けて子宮に運ばれた化学物質の中に有害なものがあったため、ホルモンのバランスが崩れ、さまざまな症状が引き起こされることになったのです。しかも実はこの経皮毒、子宮以外の臓器にも影響を及ぼすと言われているんです。その一つはアレルギー。化学物質をどんどん使い始めたこととアレルギー症状が増えてきたっていうのはほぼ一致してる。私はですね、その皮膚から入ってきた有害なものが免疫系に影響を及ぼしている可能性は少なくないんではないかなというふうに考えていますけど。今や日本人の3人に1人が悩まされているアレルギー。くしゃみ、鼻水、湿疹、ひどくなるとアナフィラキシーショックと呼ばれるアレルギー反応が起こり、呼吸困難、全身痙攣、意識消失に陥ることさえあります。しかし、さらに深刻なのは子どもへの影響だと言われているんです。アトピー性皮膚炎とか、生まれつき喘息を持って生まれてくるとか、そういうことがですね、最近かなり増えてます。母親が皮膚からですね、有害なものを取り入れて、それが本人に影響が出なくても、妊娠した時にですね、血液中に溶け出してきて胎児に影響する。
つまり現代の子どもたちは生まれる前からお母さんの体内で経皮毒の影響を受けている可能性があるのです。経皮毒の影響、がん、化粧品なんかに含まれているタール色素と言われているようなもの、動物実験でかなりあの発がん性があるというふうに言われています。戦後悪性腫瘍の死亡率は増加の一途をたどっていますが、その一因として経皮毒の影響もあると見られているのです。経皮毒の影響、脳疾患、自閉症とか若年性の認知症とか、こういうものっていうのはこう増えつつあるという現状を考えますと、まあ、経皮毒だけではないとは思いますが、やはりその日用品というものを疑わざるを得ないのではないかというふうに考えています。そもそも石鹸やシャンプーに使われる化学物質は油分に溶けやすいのが特徴です。一方、人間の脳細胞は 60% が脂肪でできているため、有害な化学物質をもすんなり吸収してしまい、影響を受けやすいと考えられるのです。しかしそうなってくると心配なのは子どもたちの脳への影響です。胎児期の、3ヶ月ぐらい、その時に脳に有害なものが作用しますと、生まれてから、見かけ上は普通なんだけれども、急に切れちゃうとか、あるいは、集中力が全くないとか、まあ、そういうような子供さんがですね、生まれてくる可能性があるんではないでしょうか。深刻な影響を及ぼす経皮毒、一般の家庭で経皮毒の危険性のあるものをチェックしてみました。まずはお風呂場から見ていきましょう。石鹸やシャンプーにラウリル硫酸ナトリウムやトリエタノールアミンといった化学物質が含まれていたら要注意、体に影響を及ぼす場合があります。また入浴剤のチェックも忘れずに。実は体の中でも顔、脇の下、性器は非常に経皮吸収率が高いのです。続いて台所です。洗剤に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムが入っていたら手荒れの原因になるかも。皮膚の薄い顔に塗る化粧品も要チェックです。エデト酸が含まれているとアレルギーを引き起こす可能性があり、タール形色素は発がん性があると言われています。1500種に上る有害な化学物質、まずは何が悪いのかを知り、日用品の成分にも気を配ることが大切です。皮膚から入ってくるという感覚は我々ないので、この経皮毒って言われても、はい、こんなのあるのかというのは驚くんですけども、一つ言えるのはその化学物質でも有害なものと有害でないものがあるということですね。でまた有害な化学物質によるこの経皮毒の影響は、うん、個人差があるため、うん、全ての人に症状が現れるというわけではないですし、うん、まあ、因果関係のね、はっきりしない部分もあるんですけれども、うん、例えばアレルギー症状なんかがある方は身の回りの日用品をいつもと違うものに変えてみるというのもいいかもしれません、うんうん、今ずっと研究中のいわゆるその経皮毒ということなんで、はい、個人差もあるし因果関係も見えない部分があるんですけども、もしちょっと体調がおかしいなという方の方はこういうふうに、日用品を変えてみるっていう方法もあるかもしれません。そうですね、これからも注目していきたいと思います。肌に合わんというだけでは違うんだよ。